手のひらにはうんこちゃん。なあ見,見ようぜ。 マイナス25点です。やっぱこの差が出たな。知性の。マイナス25点です。秘宝。まだあと120件あります。加藤純一、紙芝居。一人の、オウムの俳優をめぐる、二人の男が繰り広げる熱い決闘を紙芝居で表現。とくとご覧あれ。もしかしたら利用者かもしれません。 9日の方が現実の武田鉄矢より武田鉄矢のものまで上手いけどさらに俺の上手くなってる意味分かる時系列分かるかこの時の俺より今の俺の方がさらに武田鉄矢によが上手くなってるアー なるほど分かりましたこれはねあ,のあなたに関あなたはいろいろ、まあ、俺の好きなところをモチーフにして作ったと思うこれねちなみに俺,がき俺に厳しいこと言われてもあのみんな落ち込まれてね逆に俺のこのシーンって何しても面白いシーンなのにもかかわらずここまで台無しにしたっていうポイントが逆に高いすごいマイナス40点このシーンって の切り抜きで見てもももめっちゃおもろいシーンなのにもかかわらずしかも絵もうまいお前の絵もうまいのにもかかわらずこれ才能のなさという点で俺はものすごい光るものを見つけたからお前は定期的に送ってこい俺にすごいマジで絵もうまいじゃんこの人で内容もおもろいはずなんだよでも最下位って多分ものすごいことだからえげつないよ才能のなさじゃない この人って。みんなどう思うみんなどう思ういげつない才能のなさを感じない才能のなさのチャンピオンじゃないこれ。逆にすごくねえか <laughs> これお前あれじゃねえか名前変わってるけど、お前バレてるぞ。お前さっきの自衛隊の民じゃねえかよ。<laughs> さあ、マイナス10点から挽回できるんでしょうかまさかの名前を変えての2作品目。こちらです。どうぞ、じゃん。<laughs> ああ、なるほど。まあ、ドラゴンボールの絵と、これ俺か。主人公の俺だよな。まあ、確かに絵としてのクオリティは低くないけど、絵にするんだったら、めっちゃやっぱ、なんか個性的な絵、絵ってやっぱさ、すごいハードル高いんだよね。うまいよ。でも、一個言わせてもらうと、俺でも描けちゃいそうって今思っちゃったんだよな。 さっきがマイナス10点だっけマイナス25点。合わせてあなたマイナス35点です。1年間、ゆっくりと、僕の配信を見て、学んでいただければなと。加藤純一ライフをね、エンジョイする術をね、えー、学んでいただければなと思います。ネット禁止。俺への思いで、1年間過ごしてください。タイトル。これがあれば何もいらない。自分の好きなハンバーガーを食べながら、うんこちゃんの配信を見る時間を表しました。 Java の派生言語のプロセッシングを用いてプログラムしましたまだ独学で始めたばかりなので高度なものではないですが見ていただければ嬉しいです見えてるかな見えてるよな 俺このシステムは分かんないからみんなあれしてな教えてな何かを読み取ってるねマイナス55点です続きまして意味がわからないのでマイナス55点です <laughs> 続きまして <laughs>。もうこれとかタイトルとして、もうこれタイトルからしてもうダメだなっていう作品がありました。ゴミの中に。え、タイトル、チャックのお面。チャックを意識して作りました。見てください、どうぞ。こちらです。似てる。マイナス1096点。ポンポンいくぞ。 マイナス1096点。続きまして、えー、作品名、夏の加湿器。動画で送ります。夏にぴったりですね。マイナス1096点だ、これ。チャックのお面ってやつ。マイナス2022点。続きまして、我が家のレジディア。どんどん紹介していきます。 <laughs> <laughs> もう点数の付けようが点数 <laughs> え作品名我が家のレジディア1ヶ月あれば作れると思っていましたがうんこちゃんの配信を見て飯を食って風呂に入って寝てるとすぐに1日が終わりました <laughs> うんマイナス80点 <laughs> 続きまして加藤純一シンメトリー <laughs> もうこれはもうこれに至っては多分意味が分かんねえだろうな <laughs> おそらく俺の顔をシンメトリーにしただけだろうなこちらですどうぞ <laughs> えー、マイナス、えー、7000点マイナス7050点 <laughs>、えー、続きまして「デラックス配信戦隊5体兄貴合体ロボ」第3回夏の工作グランプリに応募します小学生の頃を思い出し粘土等で作りました分かりにくいかもしれませんが赤は加藤さんで他は加藤さんの兄貴たちのパーソナルカラーをつけて作りました <laughs> どうぞ。 こちらです。じゃん。<laughs> どうでしょうかこれもしかしたら、まさかの100点オーバー、期待できるんじゃないでしょうかまだまだありますよ。2枚目です、どうぞ。<laughs> こちらです。いい、誉れ高き笑顔。これに行く軍じゃない、これ1軍。誉れ高き笑顔。 れ高笑顔ですマイナス50点作品名屋根裏あマイナス96点やっぱあのケーキの後はな続きまして期日を過ぎてしまい大変申し訳ありません今回は皆の似顔絵を描きました一人一人じっくり見てほしいですこれからも頑張ってくださいこちらです <laughs> あっという間ってもう2時間半やってんだぞ <laughs> こちらです <laughs> どうぞど、どこまでもお前らは泥水に使っていただいたタイプだなマち、まあ、しのゴミもまだあるからよじゃん <laughs> どうでしょうか皆さんもうこの形式もぐちゃぐちゃだし <laughs> ちょっと待ってなこれどうでしょうか俺大石さん優儀久し 横山緑結がこれどうでしょうかマイナス650点本日はお日柄も大変よろしいようでどうもこんばんはデビーリ夫人と申します 今回で第3回ということで、第1回、第2回とマイナス得点をもらっている私ですが、そのような新さの評価を毎回愛として受け取っています。お前分かってるな、俺の気持ちが。本当にありがとうございます。というわけで、今回のテーマは幸福でございます。よろしくお願いします。そんな彼愛深きき民が送ってくれました。えー、タイトル幸福よろしくお願いします。どうぞ。えー、マイナス126点ですと。<laughs> 続きまして。